荒木初子は、日本の保健婦。高知県宿毛市沖野島広瀬出身。1949年から20年以上にわたり、離島である沖野島にただ一人の保健婦として務め、同等の保健衛生工場、乳幼児の死亡率減少、フード病であるフィラリアの撲滅に貢献し、高知の地域医療発展の先駆けとなった。第1回、吉川栄治文化賞受賞。 1968年公開の映画《孤島の太陽》のモデル。ただしこれらの表彰や美化については、無一区に保健婦のみを赴任させるという行政上の問題点の隠蔽につながるという指摘もある。少女時代に妹を見ごもった母親が急病に見舞われ、交通の不便な離島で医師の到着が遅れて死産に終わったことをきっかけに医療の道を志した。 小学校を卒業後、高知市の高知県衛生海産場学校に入学。在学中に母が帰得となり、急遽帰郷したものの、悪天候による船の欠航で母の最後に間に合わず、母に報いるために看護婦になる決意を固くした。同校で看護婦と助産婦の資格を取得し、卒業後に大阪市内の病院で看護婦として勤務。有能な看護婦として周囲からの信頼を得た。 しかし、結核患者を手厚く看護したところ、自身も結核に感染し、1944年11月に退職。西洋のために沖ノ島へ帰郷した。当時、結核は西洋に努めるしかない不治の病気とされていた。だが、看護婦として影ひなたなく、働き続けていた荒木は、私に働くことが許されるなら、きっとこの病気は治ると語って、 自分の身を天命に任せて闘病生活を送った。5年後に奇跡的に自然治癒に至った荒木は自分の命を一度死んでもう一度神物から授かった命と受け止めその命を世間のために役立てる決意をした。その後沖の島からの依頼もあって保健婦を志した。保健婦駐在制度は1942年より 総動員体制の一環として全国で採用された制度であり、保健府が保健所内ではなく、村々に駐在して住民の管理指導に当たるものである。戦後の GHQ による日本民主化にあたってこの制度も改革対象となり、保健府は後のような保健所内での勤務となっていた。しかし、高知のみは保健府駐在制度を継承しており、 戦前に一部の町村でのみ行われていた、この制度が、県下の全市町村で実施されたのである。荒木は1949年に、高知県保健府養成所に入り、高知県保健府第1号、後に、日本看護協会理事となる、上村清井に教えを受けた。同所で、保健府の資格を取得後、同年10月に、沖野島の駐在保健府として赴任した。 王道海岸から遠く望む沖ノ島荒木の不妊当時、沖ノ島には3000人以上の島民がいた。無一区の上に衛生環境も悪かった。当時の統計によれば自然死が例であり、これは病気による死亡率の圧倒的な高さを意味しており、中でも医療水準と衛生知識の不備による病気が大半であった。さらに乳幼児の死亡率は、 出生1000人に対して全国平均が60人であったのに比べ、その約4倍の217人もの高確率であり、しかも乳児の93%は標準体重以下であった。それに加えて戦後の食糧難にも見舞われ、荒木は後に当時の生活の貧しさを NHK のドラマに例え、おしんのようだったと語っている。荒木は午前中に勤務先である、 保健所の支所で実務をこなすと、午後からは、島内の各家庭を一人で巡回訪問した。島内は、ほとんどが、傾斜地である上、当時は、道路が未整備であり、自転車も使えず、毎日徒歩での山越えだった。道は、迷路のように入り組んだ石段ばかりであり、中には石段が300段余りある道もあった。島内に病人が出れば、昼夜を問わず駆けつけた。 急病の子供を抱えた島民が夜間に自宅まで駆け込んでくることもあった。隣のウーグル島にも兼任していたため、同等に保健指導に出向いた時は深夜の帰宅も珍しくなく、悪天候時は船の欠航により数日間も足止めに遭うこともあった。1日24時間のうち睡眠時間以外はほとんど仕事に費やし趣味も持たず、私生活らしい。 私生活を送ることはなかった。島には他に助産婦がいなかったために助産婦としても務め、島のすべての助産に携わった。夜中に山を徒歩で越えて助産に駆けつけたこともあった。島民たちによれば、荒木が助産婦となって以来死産は一度もなかったという、育児面でも常に的確なアドバイスを与え尽力した。漁師の多い島は食事が偏り、 それを酒でごまかすものも多かったため、栄養改善にも取り組み、バランスの取れた食事を島民たちに進めた。こうした努力が実り、荒木不妊から9年後の1958年には、乳児の死亡は1人にとどまり、同年から1964年にかけては、わずか7人、翌1965年、1966年には2年連続で、ついに0となった。 この8年間での乳児死亡率は出生1000人に対して20人であり、これは全国平均の27人をはるかに下回る数値である。この数値は乳幼児の発育状態にも現れ、標準体重以上の乳児は60%を占めるまでに改善された。フィラリア対策、荒木の不妊当時、沖ノ島は島民の1割300人以上がフード病である。 フィラリアとその後遺症に苦しんでいた。荒木の不妊の目的の一つは、このフィラリアの撲滅にあった。荒木によるフィラリア対策は1953年から始められており、1960年に高知県により大規模な実態調査が開始されたことで、より本格化した。フィラリアは蚊が媒介する。よって荒木は婦人会に出席し、 蚊の撲滅と衛生環境の改善を解いた。島には人の踏み込めない樹林地帯があることから蚊の撲滅は不可能と主張する島民もいたが荒木は考えを曲げなかった。墓地の花筒に溜まったお水は蚊の幼虫であるボウフラの繁殖のもととなるためその花筒から強化や水を捨てて蓋をするという徹底ぶりで島民たちの反発にもあった。さらに 島民たちの採血調査にも奔走した。当時、フィラリア患者を出した家は悪い血筋との烙印を押されて差別される風潮があり、フィラリア宣告を恐れて採血を拒否するものが多かった。またフィラリアを遺伝病と信じ、自分の家系はフィラリアの血統ではないとして採血に応じないものも多かった。しかし荒木は根強く前頭検診の参加を呼びかけ、 フィラリア撲滅のために声を枯らしつつ、島民たちを採血場へ連れて行った。フィラリアの病原体である、寄生虫は、日中は人間の内臓などに潜んでおり、22時から24時までに血液中に出現する。そのため、夜のそのわずか2時間の間に島中の格好を訪問して採血を終える必要があり、懐中電灯を手に灯内を回り、 採血を終えて帰宅するのは午前2時過ぎであった。この深夜の採血活動は最終的に1964年まで12年間にわたって続けられた。こうした努力の回と1962年の特効薬スパトニン発見によりフィラリア患者は激減に至った。1966年時点では患者はわずか11人となり、 沖ノ島はもはやフィラリアの島ではないとまで言われた。沖ノ島への保健夫婦不妊は荒木が初めてであり、医師でも看護婦でもない保健婦の存在は当初は島民の誰にも理解されなかった。荒木は島の生活に溶け込むため保健婦として任務を超えて島民たちのために働いた。男子が出稼ぎに出て生活苦に陥っている家のためには 生活保護の手続きを手伝った。夫婦喧嘩の仲裁、赤ん坊の世話をすることもあった。病気を患った農民の代わりに畑仕事をすることもあった。保健婦の業務のために島を出て四国本土へ渡る際は、島民の代わりに買い出しを引き受け、その買い物の多さのために自分自身の買い物はできなかった。不妊当初、荒木のこれらの行為は島民たちから、 変わり者扱いされ、親切心の押し売りとも呼ばれた。しかし次第に、多忙のあまり子供の世話をシューと目任せにしていた女性が、仕事の合間を縫って、子供の世話をするなど、島民たちにも変化が現れ始めた。数年後には、こうした献身ぶり、さらにフィラリア撲滅の実績を経て、荒木に対する島民たちの信頼は、絶対的なものとなった。いつしか、皆に、 下の名前、ウイゴから、母姉さんと呼ばれ、お母さん、お姉さんとも呼ばれて慕われた。荒木を信頼した島民たちはやがて、身の上相談する荒木に持ちかけるようになった。保健府としての範疇を超えた内容ではあったが、荒木は嫌な顔一つせずに答えた。地位のある家から、貧乏な家まで、老人から子供まで、荒木は誰に対しても変わらない笑顔で接し、 口をこぼすこともなかった。生活相談や悩み事の相談にも、気策に応じ、縁組にまで力を貸した。 女性たちからは、仕事で島を出ている、夫のこと、共に暮らす姑のこと、さらには生活の厳しさに伴う夫婦間の、性生活の苦悩など、デリケートな家庭事情まで相談されるといった、信頼ぶりであり、そうした秘密を決して他に漏らさなかった。後に、生活の全てを保健不活動に捧げている荒木へ、前日の恩師である、植村清枝が当該への転任を持ちかけたことが、 あった。女性としての将来を考慮したものである。これを知った島民たちは、激しく抵抗した。高知県の厚生部へ島民たちからの問い合わせが、次々に届き、挙句には、島から県へ陳情団が訪れて、荒木の転任を取り消すよう訴えた。植村清江が、実情調査のために島を訪れようとした際は、連絡船の船員が上、村を、 高知県側の人間の一人とみなし、天人話を進めようとしているとして、乗船を拒否したほどであった。ある島民は上、村を、あんた、荒木さんを変えるということは、この島の人はみな死ねということかねと叱り飛ばした。結果的に荒木は、島民たちが自分を引き止めようとしていると知り、その信頼に応えるため、島に泊まり続けることを決意した。 島内に村道が開通して往来が便利になった。あとは、それまで十数年も徒歩続きだった荒木への恩返しとして、島民たちからスクーターが送られた。荒木が軽免許を取得する際には、島民たちが教習所へ嘆願し、他の者たちよりも先に免許を取らせてほしいと訴えたという。ただしスクーターが役立つのは、あくまで整備された村道一本だけであり、 他の道は依然、徒歩を信いられた。歴史、民族学者の木村哲也が、荒木の取材のために、沖の島を訪れた際は、当該からの来訪者である木村に対して、島民の一人が懸念な態度を取ったものの、荒木の取材と知るや態度が一変し、親切に、荒木宅を木村に教えたという。1956年、高知県の有料職員の、 1> 第1回表彰者5名の中に選ばれた。後に、スクモシ改善業者の表彰を受賞。1966年には、自治大臣賞を受賞した。翌1967年、保健府としての18年の功績が認められ、国民文化の向上に尽くした個人、または団体に与えられる、文化功労賞である、第1回、吉川栄治文化賞を受賞。沖野島の島民たちは、 自分たちのことのように大きく喜んだ。この際、島民たちは荒木を祝おうとしたものの、自分の祝いと言われたら、荒木は決して出席しないだろう、と思い、料理を教えてほしいと言って、荒木を呼び出し、ようやく祝賀会を開くことができたという。この受賞を機に、沖の島に関心を抱いて、行為の手が差し伸べられるケースも次第に増加した。同1967年からは、 岡山大学から年に数回衛生についての講師が派遣された。また集団検診の際は岡山大学の医師も助力のために島へ訪れた。メディアでは NHK テレビ番組育て赤ちゃんで荒木の活動が紹介されて一躍脚光を浴びた。1967年、直木賞作家である伊藤圭一が荒木の反省を沖の島よ。 私の愛と献身をとして表した。この作品により荒木は悪情喧嘩で風土病と戦いつつ多くの島民たちの命を救うことをのヒロインとして全国的に注目され高知県の保健府の代名詞とも言える存在となった。翌1968年同賞原作とする映画《孤島の太陽》が上映された。NHK ドラマ お花藩で人気を博した女優の柏山文家が荒木役を演じたことで注目を浴びた。荒木自身も土佐のマザーテレサ、日本のマザーテレサとして全国的な話題となり、ブームは頂点に達した。映画、孤島の太陽公開時、荒木も東京都での試写会に出席した。その直後に宿泊先のホテルで脳梗塞で倒れ、都内の病院に緊急入院。 それまでの体に蓄積した過労や注目を浴びたことでの振動もあると見られている。その後は伊豆や高知で治療した。だが、右半身不遂の後遺症が残り、右目の視力も失われた。1972年、定年を前にして保健婦を退職。沖野島での懸命なリハビリの末、左手で美しい字を書くまでになった。不自由な体ながらも、 島民たちからは依然として知識と経験を信頼されており、良き相談相手でもあった。自身は見込ながら、多くの縁組にも力を貸した。助産婦として出産のアドバイスも行ったほか、島民に背負われて妊婦の元を訪れ、子供を取り上げたこともある。1988年、君六島前報奨を受賞。1998年、老衰のために、 四国本土の宿毛市平田町の特別養護老人ホームに入所。島を離れても島民たちとの絆は深く、島の友人に怒られてもあんたのところに帰りたいと語っていた。また、島に診療所ができて新たな保健婦が配属された。後も子供に恵まれずに過疎の進む沖の島沖にかけていた。同1998年9月10日。 気管支配炎により、スクモ市内の病院で死去。没年齢81歳。保健婦としての職務に全力を尽くし、生涯独身であった。医師に基づき、墓所は記事である、沖野島広瀬にある。2000年、追悼集、古等の太陽を忍んで、古、荒木初子さん追悼集が発行された。高知県旗郡の高校生を中心としたサークルで、ある、 はたこ厚生ゼミナールの OB たちが、荒木の人生を後世に残す目的で発行したもので、前年に、スクモ市で開催された、古島の太陽追悼上映会でのカンパにより、発行が実現した。高知県の保険不中財制度は、荒木市去前年の1997年3月に、厚生省による保険諸島配合の方針に基づき廃止された。しかし荒木らの人力により、 沖野島では、週末を除く週5日間は看護師2人が常駐し、医師も週4日間を訪れている。一方、沖野島の人口は2010年代には過疎により、ピーク時の1割弱にまで落ち込んでおり、荒木のことを知る者も減少しつつある。そのため島民たちは、映画、古島の太陽の上映会、公述する荒木初子記念館の維持など、 荒木の功績を後世に残すための活動に努めている。また、スクモ市の若者たちによる町おこしグループ、スクモオタマジの会も追悼イベントの開催、等の若者たちで構成される、沖ノ島二世会への寄付などで協力している。吉川栄治文化省受賞時、その賞金は高知県に寄付されており、それをもとに、 高知県や高知市から特別予算が組まれ、1968年に、スクモ市沖ノ島平基地保健衛生相談所が完成した。保健府の地域活動の拠点という目的で作られたが、保健府駐在制度の廃止後は、本来の目的が失われ、イベント時の調理場などとして利用されている。荒木が、広瀬で生涯を送っていた自宅はその後、荒木初子記念館として保存されている。 館内には家具や仏壇などが生前のままにされており、元気だった頃に右手で書いた手紙、右半身の自由を失った後に左手で書いた手紙などが保管されている。2015年には荒木生誕100年を前に荒木の功績を称える島民や出身者ら保健風異語の会により、沖の島に検証像、保健風異語の像が混流された。 生前の出勤時のトレードマークだったカバンを肩にかけ、赤ん坊を抱いた姿の石像で、沖の島の広瀬港に面する公園に建てられている。荒木の恩師の植村聖子は、荒木を吉川英治文化省へ押す際、彼女を以下のように評価した。悪条件の離島に駐在し、日夜島民の健康相談相手となり、そのため1日24時間のすべての時間が、 保健婦業務の連続であった荒木保健婦の日常。駐在期間の約3分の2は無一区であり、しかも中にはわずか2ヶ月で医師から見捨てられねばならなかった島の現実。その中で母性の保護、育児指導、老人の衛生指導、結核予防等、荒木保健婦の一国のたるみもない歩みが続けられてきたのである。このことは単に荒木保健婦が 高知保健府の始順の姿勢を示したにとどまらず、広く保健府というものの存在の意義とその価値を証明することに大いなる貢献をしたと言わなければならない。伊藤1967、ピアニッシも202から203より引用また、荒木が吉川賞の県代表に決定した際、植村は私もまだ保健府の仕事なら誰にも負けない自信はあります。しかし、 沖ノ島だけはダメです。とても荒木さんには叶いそうもありませんからと語っている。同賞受賞当時、沖ノ島の島民の一人は荒木のことを以下のように語った。荒木さんは自分が希望さえすればどこにでも転勤でき、不調さんにでも何でもなれる方です。学校の先生でも巡査さんでも3年以上追ったものはありません。 私たちがこうして、いつまでもいつまでも、荒木さんを引き止めて本当にすまない気持ちです。上村 1967P44 より、引用1970年代当時の高知県医務課長は、荒木を保健婦の官と呼んでおり、荒木に憧れて、九州から県立保健婦専門学校に来た生徒もいたと語っている。 保健不駐在制度廃止後の平成時代においても、映画、孤島の太陽で荒木に見せられ、保健師となった女性もいる。沖野島では、荒木の没後も、彼女のことを印象深く記憶している島民が多い。自分の子供5人をすべて取り上げてくれた荒木を、生神様、私たちのナイチンゲールと呼ぶ、女性、医師も、サジを投げた子供を荒木に救われ、命の恩人と呼ぶ女性もいる。 一方では、映画、孤島の太陽の公開以来、荒木の活動は、過剰なまげに母性が強調されて美化される傾向がある。だが、そうした風潮は、無意地区への意思の確保を怠る行政、その代用として安上がりに肩代わりされる、保健府、といった過酷さや問題点の隠蔽につながり、健全な評価とは言い難いとも指摘されている。こうした、 保健婦の美化に伴う問題に対して、荒木同様に著名となった保健婦、ひじにのぶは以下のように語っている。保健婦活動で苦労した人に賞を与え、マスコミがそれを美談風に書くことには憤りを覚えます。国がきちっと保証すべきなんです。古党で活躍した荒木初子さんが、こういう形でしか報われないのでしょうか。駐在性だって保健婦だけが言って、 医者が行かないなんて。保健婦をヘキチへやって、医者がコンピューターで保健婦をリモコンする。本当に生命を大事にするんだったら、こんなことおかしいでしょう。木村 2012P284 より引用また、荒木の二代後に1972年から沖ノ島に勤務していた保健婦は、荒木同様に沖ノ島出身であり。 交通手段の未発達が沖の島に勤務していたことは、沖ノ島出身者にとっては、必ずしも賞賛に値するほどのことではないと、以下の通り冷静に分析している。自分の生まれたところやから。生活環境にしろ、子供の時から分かってますからね。ある程度不自由であっても、それは当然のことだし。だから取り立てて、苦労と思ったことはないです。これ。 外から来た人は大変ご苦労な、さ、釣ろうと思うんですけどね。荒木さんが素晴らしいお仕事をされて、ここに20年間おったって言われるけれども、確かに外から来た方が20年間ここにおってくださったって言ったら、ものすごいことですけど、荒木さんはここで生まれて育って、地域の中に溶け込んでおいでたから、その中での20年間っていうのは、それほどたまらんことはなか、釣ろうと思うんです。 木村 2005P92 より引用なお、荒木自身は、その功績を決して表沙汰にしない性格であり、表彰や受賞に、むしろ当枠していたという。数々の評価に対して、謙遜して、以下の言葉を残している。私はたまたま多くの方に注目されて、恵まれてたんです。同じように努力された保健婦さんは、他にもたくさんいらっしゃいます。 木村 1988P54 より引用。ありがとうございます。